はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、本日発売のデジモン選ばれし子供たちコラボスターターの、ボックス開封やっていきたいと思います。そしてね、同時発売のこっちのね、コラボ、ブースターの、僕らのデジモンアドベンチャーっていう、コラボブースター第、5弾、デジモンシリーズでは第2弾のね、こちらのボックスも同じくね買ってきてあるんで、開封していきたいんですけれども、今回の動画では、こっちのね、コラボスターター構築済みデッキの方を開封していきたいと思います。今回はね、3ボックス買ってきました。表紙がね、こう超かっこいいオメガモンのイラストと、マーシルフモードの、カードイラストで、裏側が、まあ、いつも通り、はい、セット内容が、デッキ40枚、差し替えカード6枚、プレイシート、コアが15個で、ソウルコアが1個になってます。で、内容物は、まあ、右側に書かれてますが、はい、内容物は、アグモン系列の進化4種類で、ガブモン4種類の進化系列と、あとはサポートカードの収録です。で、内容もだいたい2枚以上、2枚もしくは3枚、入ってるんで、だいたい欲しいのは、揃うんですが、今回はね、この差し替えカード6種類1枚ずつっていうカードがね、入ってます。この差し替えカードをね、3枚ずつ集めたいということで、今回3ボックス、買ってきました。で、今回はね、内容を見ていきます。はい、デジモン20周年、そしてバトスピが10周年記念の、記念イヤーということで、デジモンですね。ちょうどね、僕がこう20代、中旬、20代の人なんで、デジモンはね、子供の頃ものすごく、興味があったというか、ハマった、テレビ作品になってます。今の子供たちはこうデジモン知らないとか、あんまりこう、あれだよね、僕の子供の頃はデジモンか、ポケモンかみたいな、それぐらいの人気だったんで、デジモンはね、好きなんですけども、今の子供たちはあれだよね、ポケモンとか妖怪ウォッチとか、そういうやつかな、だと思うんで、デジモンをね、知らない人たちがね、いたりすると思うんですが、今回ね、この表紙のオメガモンがね、すごくかっこいいんで、知らない人はね、ぜひね、映画の方を、見ていただけたらなと思います。で、まず、プレイシート。はい、プレイシートです。はい、オメガもマーシルフモードのプレイシート。これかっこいいんで、ぜひね、こうラバープレイマットとかにしてほしいんですが、こんな感じで、プレイシートが1枚、ついてきてます。で、裏側に差し替えカード。差し替えは、なんだこれ。差し替えカードなんですが、怖い。差し替えカード、この一番表紙の訪問で分かる通り、この光ってる加工というか、あれがないんですよね。ホロ仕様じゃなくて、ウェハース の、 あのノーマル仕様だと予想されます。で、今回のメイン、構築済みデッキ40枚とソウルコアで、いつものコアが15個入ってます。遊べますね。一応遊べます。はい、15個なんで、ただちょっと足らないかなっていう、量ですね。どうしよう、まずこっち行こうか。差し替えカード、今回のメインはこのオメガモンなんで、今回正直おまけみたいなものの、差し替えカードの方から見ていきます。6枚ですね。差し替えカードの6種類、この究極体が6種類、入ってるんですが、デジモンのアドベンチャーの頃の主人公たちの、メタルグレイモンとメタル、違うメタル、ウォーグレイモンとメタルガルルモン以外の、6人のパートナーデジモンの、究極体っていう設定ですね。で、まず、鳳凰門ですね。鳳凰門です。8コストで、系統が、早朝と光獣なんで、ちょっと恵まれてますよね。系統、光獣、早朝。で、コスト5以上の降臨なので、出張ができると。で、トラッシュからでも降臨で重ねられるっていう、カードなんで、トラッシュ。トラッシュからいけますね、これ。なかなか使い勝手が良さそうなので、鳳凰門です。そして次、ヘラクルカブテリモンです。8コスト3軽減、降臨コスト5以上、確陣で究極体。ヘラクルカブテリモンですね。子供の頃はこうヘラクレスみたいな、そんな感じの、覚え方してたんですけど、ヘラクルなんですよね、正式名称。
降臨時完全体を持つ緑の降臨元を手札に戻せる、そうした時にコアブースト3個ですよっていう効果です。はい、カブテリモンの進化ですね。で次が、ロゼモンです。リリモンの、進化ということで8コスト、4軽減、系統が10万かな。でコスト5以上、の降臨で、降臨時、このスピリットの完全体の緑のカードを1枚手札に戻します。そうすると、2体を、デッキの下、疲労状態のやつをデッキの上に戻せます。でアタック時バーストが使えません。で次がセラフィモンですね。はい、セラフィモンです。コスト5以上天霊なんですけども、セラフィモンあれだよね、映画02の時の映画にちょっと出てきたんで、まあ、イメージは強いんですが、まあまあここら辺は確かこっちのやつってアニメシリーズ進化してないような気がするんですね。あのゲームでは進化したんですけど。で次が、ホーリードラゴンですね。うん、エンジェウモンの進化、究極体なんで、天霊操縦でコスト5以上の、ホーリードラモンです。はい、デジモンシリーズね、ホーリードラモンにこう進化するのかっていう話があったんですけど、映画の02の進化がエンジェウモン、テイルモンからエンジェウモンになって、ホーリードラモンになるんで、まあ、その名残でこのホーリードラモンだと思うんですが、なんかのシリーズ確かね、ゲームかなんかではあのエンジェウモンからオハニモンなんですよね。あのオハニモンに進化するんで、どっちのイメージが強いかって言われれば、まあ、オハニモンに進化するんじゃないかなって思うんですけども、で確かねデジモントライかなんかでは、トライの映画かな、あれオハニモンじゃなかったかなって思うんですけど、うん、まあ今回ホーリードラモンで収録されてます。まあ設定的にも3大天使型デジモンかな、まあ、セラフィモンとオハニモンとあとケルビモン全かな、あれで収録されてるんで、まあ、どちらかといえば、まあ、どっちでもありかな。うん、まあ、今回ホーリードラモンですね。まあ、映画を見てればこっちかな。で次が、バイクモンですね。ズドモンの進化、バイクモンです。9コストで重刀究極体、コスト5以上の降臨で完全体を持つ青の降臨元を手札に戻すと、相手のデッキから5枚破棄でマジックカードが破棄されると回復しますっていう効果です。アタック時に相手のデッキの上から7枚を破棄する、違う、バトル終了時に、破棄するですね。なのでバトル終了時まで、まあ、生き残ってないといけないっていう、まあ、あれなんですけども、7枚デッキ破棄は、はい、できます。バイクもですねっていう、差し替えカード6種類。そして今回のメイン、はい、動画がちょっと長くなってるけど、今回のメインということで構築済みデッキの方の確認です。でバトスキブのポイントがあって、40枚ですね。赤紫で、オメガもマーシルフモード、今回の、はい、メインカード X レアですね。レリーフ加工ありの、これ実際に見るとすごくかっこいいですよね。これ、うん、なんかネットで画像上がってたけど実際見ると全然違う、伝わるかな。マーシルフモードです。7コスト以上の降臨で戦機で究極体が2枚、入ってます。で次が、オメガモンカッコ2、まあ、オメガモンとしても使えますがオメガモンカッコ2ということで、マスターレアですね。今回の表紙のカードで降臨条件が究極体でお互いのアタックステップに降臨ができます。で戦機で、究極体8コストの赤紫、前回のオメガモンが赤白なんで、まあ、今回赤紫ということで、まあ順当にメタルガルルモンの要素を受け継いだ感じになってるかな。普通のね、あの第1弾のコラボブースターの時はオメガモンは赤白だったんで、メタルガルルモンが白紫だったんで、その白要素を、まあ、受け継いだんだけど、今回は紫パターンですね、オメガモン。うん、でシンボルは赤です。でこれが2枚と、次がレオモン、カッコ2レオモンです。こっちはね赤のコスト5で重刀、ライフ減少5バーストですね。8000以下破壊できます。でその後コストを支払わずに召喚、超進化の赤紫、手札に戻すと完全体の赤紫が出せます。まあ、デジモンじゃない、レオモン単体で見ると、前回のマスターレアのレオモンの方がなんかこうデジモンデッキには使い勝手が良さそうなんですが、まあ、今回はね、まあ、バーストを持ったっていうことで、うん、まあレオモンです。で次が、アグモンですね。
アグモン、2コスト1軽減アグモンです。初動のカード、アタック時のフラッシュでライフ3以下の時に、このスピリットを手札に戻すことで、手札にあるウォーグレイモンを、1枚コストを支払わずに召喚できます。なのでワープ進化、原作再現かな、原作再現でワープ進化、アグモンからいきなりウォーグレイモンへの進化が可能になってます。はい、まあ、これがね、うん、まあ、3枚入ってます。ただコストを支払ってないので、まあ、あのゼロカウンターには引っかかりますが、ウォーグレイモンが出しやすくなりました。で次が、グレイモンの括弧に、4コストで地竜ですね。召喚時相手のネクサスを破壊することでデッキから1枚カードをドローするっていう効果です。まあ、召喚時で、ネクサス破壊で、3枚で、メタルグレイモンの括弧に、5コスト、召喚時6000以下2体破壊できます。で地竜で、気竜です。うん、でさらにレベル2のアタック時のフラッシュタイミングで、このスピリットを手札に戻すことで手札にある、ウォーグレイモンを含むスピリットカードとメタルグレイモン、メタルガルルモンを含むコスト7のスピリットカードを1枚ずつとコストを知らず好きなだけ召喚するということで、ウォーグレイモンには指定がないんですけども、メタルガルルモンにはコスト7の指定が入ってます。はい、そんな感じの、はい、そんな感じのやつです。もしかしたらね、今後デジモンのコラボが増えて X 抗体とか出てくると、メタルグレイ、ウォーグレイモン X 抗体とか出てくると、これがねもうちょっと化けそうな気がするんですが、今回はね、それを、これで出す予定の、ウォーグレイモン括弧に、はい、前回は X レアで収録されてましたが、今回ね、古文で、はい、入ってます。召喚時またはアタック時8000以下を破壊で、破壊した時にこのスピリットは回復するということで、連続アタックができるのと、このカード、自分のスピリット全ては相手の効果でフィールドから手札デッキに戻らないバウンス耐性が与えられます。で、回復できるんで、まあ、地竜を持ってるってことで、恐竜同盟本拠地のネクサスで、まあ、破壊耐性とか、まあ、与えられればね、ウォーグレイモンは強いかなって思います。はい、そこそこ使えます。で次がガブモン括弧に2コスト、はい、ガブモンです。波獣で、成長期波獣なんですよね、これ系統が。うん、まあ、アタック時、アグモンと同じく今回はメタルガルルモンコストを支払わずに召喚できますっていう効果の、ガブモンで、ガルルモン括弧に4コスト、3軽減でアタック時に、まあ、相手のコア1個をリザーブに送ります。で拳銃ですね、進化すると系統が変わって拳銃になります。メタルガルルモンです。で次ワーガルルモンですね。今回は銃刀ですね。どんどん系統が変わるんですが、波獣拳銃銃刀になります。ワーガルルモン括弧にコスト5の、召喚時デッキから1枚カードをドローする、1枚ワンドローを持ってます。ワンドローで、まあ、ドロー枚数は少ないんですが、1枚ドローなんで奇襲ドックとか、ああいうやつらに引っかかりません。まあ、引っかからないドローができるっていうのと、メタルグレイモンと同じくアタック時のフラッシュでメタルガルルモンとウォーグレイモン出せますっていうのが、3枚で、それで出す予定のメタルガルルモンの括弧に、進化すると奇獣に変わります。紫の奇獣で、召喚時アタック時に相手のスピリットのコア2個をリザーブに送ります。で、自分のスピリットの効果で相手のスピリットが消滅した時に、デッキから1枚ドローするっていうことなんで、まあ、自分自身の効果で、まあ、除去してやれば、まあ、ワンドローできます。でここからネクサス、勇気の紋章です。勇気の紋章4コストネクサスですね。勇気の紋章、完全体に進化するのに必要な紋章で、相手によって自分のライフが減った時に5000以下破壊できます。でドローステップドロー枚数プラス1で、ドロー後手札を1枚、捨てると。でカード名にグレイモンを含む自分のスピリットがいる時に、破棄する枚数をマイナス1するので単純に2ドローになります。勇気の紋章ですね。で、友情の紋章、はい、完全体、成長期成熟期完全体をプラス3000の、ネクサスで、完全体究極体を持つスピリットが破壊された時に手札を1枚捨てることで、フィールドに残せますっていう効果です。が2枚で、絶好標準再録、はい、ウォーグレイモンの、まあ、背中の盾を使ってるような、絶好標準で、エボリューションドローっていうね、ドローマジック4コスト、デッキから2枚ドローする。でその後さらに究極体を持つスピリットがいるときに1万以下の
相手を破壊するっていうね、効果を持ってます。まあ、2ドローしたと破壊できます。だから究極体なんで、まあ、序盤は2ドローなんですが、まあ、戦いが進むにつれて後半ね、究極体が場にあると、まあ、破壊もできますっていう、うん、まあ、そういうドローカードですね。で次がエボリューション、シュート、マジックラストですね今回の。トラッシュにあるこのカードは究極体を持つスピリットが召喚または降臨した時に手札に返ってきます。で1回しか使えません。フラッシュ、相手のスピリットアルティメットのコア2個をリザーブに置くっていうことで、まあ、メタルガルルモンとの相性は、まあ、いいマジックなんですが、うん、まあ、2個はトラッシュ、じゃあ2個はリザーブ、うん、に送るっていうやつかな。うん、ただコストもね、5で赤1、紫2なんで、まあ、紫軸でのデジモンでは使いやすいんですけど、まあ、他のやつに出張したところで、まあ、究極体が出てこれ回収してもっていう、うん、やつなんで、まあ、紫デジモンのね、構築には入るかな。はい、ということで今回こんな感じのね、カード40枚でした。今回のメインは何といってもね、このオメガモン2種類、はい、オメガモンと、マーシルフモードですね。両方イラストがすごくかっこいいんで、まあ、デジモン赤紫ですね。前回もデジモンでウォーグレイモンとかメタルガルルモンが、収録されてます。それを入れて、まあ、構築改良して遊んでみてはいかがでしょうか。ということで今回は、構築済みデッキの、開封動画でした。